誰よりも早い愛の歌を今バースデー当日に心から歌うよ。皆さんこんばんは、ディーンボーカル池森秀一です。今日2019年12月20日何の日でしょうか。そうです、私池森秀一の50歳の誕生日でございます。本当にありがとうございます。はい、もう普通に戻ります。大分の高知親方です。さあ、ディーンのボーカル池森秀一さん、本日50歳、誠におめでとうございます。いや、50歳に本当思えないぐらいですね、若くて爽やかでかっこいいですよね。もう私も憧れなんですけど、なかなかですね、似て非なるものというか、全然似てもいないですけど、ディーンの皆さん、まあ、最近私はもうモームスとか、ね、このロケ日の翌日はスターダストレビューさんのですね、ライブ行くなど、まあ、いろんなアーティスト紹介しておりますが、やはり一番好きなのはディーンなんです。で、もう小学校の時からずっと聴いて育っておりました。まあ、今日はですね、50歳池森さんなったということで、まあ、一つ池森さんとのエピソードをご紹介したいと思います。さあ、まあ50歳になったということで、一つ、まあ今日公式発表がございました。なんと池森さん、本を出されます。エッセイ本でございます。来年2020年1月23日発売されます。ティーン池森秀一のそば三昧、365日そば三昧というですね、エッセイ本だそうです。もう池森さんの「マツコの知らない世界」でも有名になりましたし、ももクロのですね、ラジオでも取り上げていただきましたが、ほぼ毎日そばを食べてるんです ね。今はうどんの時期だけど、私のあなたのそばが好きなんて、まあそれはね、どうでもいいんですけども、まあそのそば好きな池森さん、大分のライブの時もでしたら、そば食べられてるぐらいそばが好きなんですけど、エッセイ本を出されるということです。すごい、やっぱこれ池森さんらしいですね。まあちなみに私は、まあ申し訳ないんですが、本当はうどん派です。ただ先日ですね、まだ動画作ってませんが、熊本県人吉市でいただいたとあるそばがとっても美味しくて、やはりそばも捨てがたいなというふうに思っております。まあ、もし皆さんそば好きの方もそうでない方も、石根池森秀一さんの365日そば三昧、ぜひ発売されたらご購入ください。まあいろんな思い出あるんですが、今日は一つだけ、まあ、特に本当池森さんとはすんごい思い出がございます。2015年の9月の頭、ディーンのライブジョイブレイク、多分19だったと思いますね、前回恋心の時ですね、前回恋心の時のですね、ツアーに今参加しておりました。まあね、このゼップ名古屋に行くにあたり、いろいろ実はあったんですが、まあ、もう重要なところだけ言います。ライブ後ハイタッチ会に私行きました。で、その、まあ、ツアーのちょうど1週間後が NHK のど自慢大会が、まあ、地元で開催されるとあり、でディーンのスマイルブルーという曲で私はエントリーしておりました。で、実際その1週間前にそのディーンの皆さんがハイタッチするわけです。その時にもディーンのメンバーで私言いました。私来週のど自慢でスマイルブルー歌いますって言ったメンバー、特に池森さんも、おお、頑張れよって、パーンってハイタッチして、私の肩をパーンって叩いてくれて、激励してくださったんですね。俺、嬉しかったですね。まあ、これまで NHK のど自慢、たくさんの方が、まあ、予選も含めてエントリーされましたが、まあ、この直前に、この、まあ、歌うアーティスト、ご本人から直接激励いただいたのは、果たして何名ぐらいいらっしゃったのかというのを考えると、私は本当に嬉しかったです。もうこれは本当ディーン、まあファン歴ずっと20年ぐらいね、やってますけど、一番の思い出ですね。もちろんいろいろ思い出あるんですけども、こうなかなかない経験ですね。さあ、肝心の NHK のど自慢の結果はどうだったか。それは、内緒。ということで、ですね、今回、池森さん、50歳記念ということで、一つ、まあ、動画を上げさせていただきました。これからもですね、一番、好きなアーティストであります、まあ、ディーンの皆さんの曲であるとか、まあ、思い出などをこう皆様にご紹介できればと思っております。どうか皆様5000円のほどよろしくお願いいたします。
動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。それでは。